悪質なホストクラブで売り掛け金に変わる新たな手口が増えているということです。一晩で本当に200、3これはもう冗談でもなく実際あった話ですから。東京歌舞伎町では悪質なホストクラブが問題になっていますが、来月からはホストクラブ200店舗が売り掛け制度を廃止します。こうした中、支援団体が新たな手口への警戒を呼びかけました。 入店時に高額な料金を前払いさせるもので常連客はホストクラブが絡まない形で消費者金融に借金するように仕向けられているということです。